もう今年フェスとかいっぱい出るじゃん。そうですね。フェス出ます、ね、フェスいっぱい出ます、はい、出ますね。おかげさまで。意外といじめっ子なんだ。あ、そうです。心オークションが YouTube 上で発表を続けている夏の短編ミュージックシリーズ、セミシグレ、夏の幻、雨音が口コミで話題を集め、累計再生回数が300万回を超えた。そして今年の夏、待望の4作目線香花火が発表された。その物語は京都府宗良郡笠置町で撮影されている。雨音のラストシーンはこの駅。雰囲気いいんですよね、この駅。最新のアーティスト写真もここで撮られた。2011年、関西大学軽音楽部で出会った4人で結成された。その後ギターが脱退、サポートメンバーだった天明が正式メンバーとなった空気感が似てたよな、はい、大学の大学もそうなんですよね。軽音上がりみたいな空気感だったよね。軽音上がりの空気感ってどんな空気感なの？分かんないです。忘れの身を忘れられて忘れられて全然忘れてないいやでもなんかあるよな。ロックバンドやけど近頃のロックバンドとはまた違う感じですかね。電車来た。電車？町を流れる木津川、その橋でも実はある。いや、ある？ない。ないな。ないでしょ。ないな。みんなあれをやりたいから、多分憧れるというか、いいなって思うんですよね。どうなんでしょうね。現実には起こらないだろうなと思いますけど。はめてんな。でも演奏して歌ってる時とかは、ああいうピュアな精神になってるんでしょ？なってますよ。もうその時はピュアピュアです。ね、一番ピュアな人だったんですか？僕らは割とみんなピュアですよ。ピュア。いや、本当に。心オークションのすべての CD ジャケットに彼らは登場しない。なぜなのだろうか。僕らの歌っていうよりかは、聴いてくれる人が自分の歌だって思ってくれる方が嬉しいから、みんなそれぞれの自分の歌になってほしいんですよね。最後に山あいののどかな場所へやってきた。いいね。いいですね。これは癒されますね。
メンバーそれぞれの目標を聞いた。まあでも心オークションの一応土台を支えるパートなんで、もちろん自分のバンドも支えつつ、他のバンドに、まあ他のグループにちょっと心オークションのドラムを貸してやって言われるぐらいいいドラマーになりたいですね、僕は。心オークション抜けたいってことじゃないんだね。違います。違います。そういう意味じゃないです。はい、いろんな人に評価されたい、褒められるって意味じゃなくて、こうだよねって、心オークションってこうだよねって認知されたいとは思います。そのためにはみんなに聞かせないとね。そう、そう、そういう風にで聞かせてあげたいとか思われるような音楽作りたいなとは思いますね。やっぱもう僕は楽しんでなんぼなんで、まあもちろん他の人のステージを見ても楽しいと思うところは吸収してというか、もちろんその自分が一番楽しいと思っていることが音楽で、そこを消化できるのがこのバンドなんで、ステージではまあそれを楽しんでることを伝えるのが今自分にできることだと思うんで、あとは僕は寂しいから歌を歌ってるんで、なんかそういう同じ気持ちの人を救うじゃないですけど、一人じゃないんだって思えるような、心オークションの音楽を聴いてると一人じゃないんだって思えるような音楽を届けていきたいです。寂しんぼさんなの？寂しんぼです。だいぶ。ウサギみたいな。考えてみたけど、いつか